FM 長崎カラーズお聞きの皆さん、そして野上さん、こんにちは。ドーベルマイデンティです。番組名カラーズということで、あなたのフェイバリットカラーを教えてくださいということで、じゃあ一人ずついきましょうか。久保さんどうですか。ああ、でも基本は赤。ああ、赤、ね、あイメージありますね、はい、じゃあ和樹さん。そうですね、僕、まあ、今日もですけどやっぱ全身、僕白です。今日全身黒ですね。今日もう遅いやないです。黒ですね。黒、はい、そんな末も黒が好き、うん、はい。そして J さん、これも黒。あ、もう大人になってから逆に黒になってきた、ね、なるほど、確かにね、好きになりますね。最近もう黒しか着てないかも。聞いてよ、聞いてよ。僕は聞いてよ。別にもう大丈夫ですよ。あ、本当。まあじゃあ長さん何ですか。久保ちゃんの中で僕来てほしかった。赤なんで。赤ですか。はい、赤好きです。赤対黒に分かれたね。長さん赤なんですね。フェイバリット赤です。フェイバリット赤ですか、ね。ではですね、そんなドーベルマンインフィニティは明日、僕たちの10枚目のシングル6リリースとなります。ありがとうございます。ありがとうございます。なので今日はもう転着日ということで、まあ、そうね、はい、お店には並んでるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん CD ショップで今すぐゴー。こちらの曲はですね、仲間を、テーマに書かせていただきました。コロナ禍ということもあり、リモートで制作になったんですけども、はい、まあ、ちょっとねコロナも落ち着いて、はい、ようやくスタジオに入ってですね、みんなで、レコーディングして、うん、完成した一曲でございます。まあ、いろいろね、あの試行錯誤して、はい、あのすごい大切に作った一曲なので、あの、まあ、そして、まあ、今回こうコロナ禍ということもあり、なかなかこういつも会えることが当たり前だった、うん、環境にいる中、会えない状況で、うん、書いた仲間の曲なので、はい、まあ、僕らとは地元の友達も未だに会いに行けてないですし、はいはい、改めて、ね、こう仲間の大切さをすごく感じた一曲になってます、はい、なので皆さんに聴いていただいてですね、あのこの仲間の大切さを感じてもらえると、僕らもすごくこの一曲を作った意味があるかなと思いますので、そして、ね、ミュージックビデオもなんかドーベルがこう出会っていく感じ。そうですね、はい、GS さんからね、うん、こうつながって、はい、そして久保さん、長さん、はい、その間ね、こう家族、はい、最後家族に、はい、あのミュージックビデオもね、まあ、なかなかこうやっぱシングルリリースも珍しいですし、僕らにとっては、はい、ミュージックビデオもすごい久々な、環境だったので、すごい楽しい時間を過ごさせてもらいながら、完成した6でございます。ぜひ聴いてください、はい、よろしくお願いします。はい、長崎の皆さん、本来ならばですね、僕たちドーベルマンインフィニティは今年47都道府県ツアー回るはずで、長崎の、土地にも行かせていただく予定だったんですが、残念ながら今年は中止となりましたが、2021年はね、まあ、あの九州地方にライブに行けるようにまずは、頑張りたいと思いますので、まずは6をたくさん聴いて僕たちの音楽を感じてください。それでは最後に1曲聴いてください。ドーベルマンインフィニティで6。